こんにちは、ブランドバイ社長です。ブレードランド響きです。本日12着ランダムと見せかけまして、実はしっかりとしたテーマがございます。あ、そうですか。はい、モテる T シャツです。モテるのかな。はい、どうなんだろう。しかもロープライスですので、浮いたお金で、お金で皆さんクリスマス大作戦に備えてください。ちょっとまだ早いですけどね。これ公開いつぐらいですか。11月真ん中くらいじゃないですか。いや、いつもカンタにお説教してるじゃないですか。クリスマスの1週間前にカンタが彼女と行く晩御飯のお店を探し出して取れないって言って、そのね、クリスマスに外食しようと思ったら予約はしとかなダメですよね。カンタ前で紹介られてるもんね。僕は予約しないです、うん、外でそのクリスマスは行かない、出ない、まあ、僕はそもそも相手がいないっていう。あ、そうですね。一緒にクリスマスパーティーします。七面鳥をおごるで。はい、ということで12着、はい、僕なりに考えた女子受け12選でございますので、寂しい皆さん、男子諸君まだまだ可能性はありますから、1ヶ月ありますから、はい、最後までご視聴よろしくお願いいたします。行ってみましょう。これはね、僕ね、はい、うん、ニルバーナの T シャツの中でもかなり女子受けがいい T シャツと思ってまして、まあまあ今回女子受け、まあ、女子受け言うか多分外れ回ですね。そうかも、もしかしたら、まあ、もしかしたらね、うん、うん、そうっすね。で、うん、まあ大きめミディアムです、はい、ですので、まあ、これを着てクリスマスデートに行って、もしワンちゃんあれば翌日貸してあげてください。ああ、そういうことですか。シェアできるサイズ感です。ああ、そうっすね、はい、はい、パジャマないのって言われて貸してあげてみてます。これをすか。はい、まあ、うん、いいんじゃないですかね、うん、女性の方がお前さらっと着てても可愛らしいし、うん、男性の方がシュッと着てもかっこいいし、うん、かつやっぱりね、そのお値段がねそこまで張らないっていうのがポイント高いなと僕的には思っております。はい、大きめミディアムです。よろしくお願いします。お次、はい、これはちょっとひーちゃんに任せようかな。はあ、レアな L サイズですよ。あ、犬ですね。はい、これはそら、まあ M メインブラック2か、はい、2002年公開なんですけど、うん、ムービー T という一応くくりにはなりますが、はい、ムービーとしてのなんか僕らはこうなんていうのかな、良さを伝えたいっていうわけではなくて、うん、グラフィックなんですよ。まあメインブラックの T シャツって軒並み高いわけですよ、うん、結構ね、うん、っていう中でこれはまだ全然買える金額、メインブラックとしては安い、でもそれはこの2人がね別に乗ってるわけでもないし、俺でもウィル・スミスとコーヒーのおっさんよりこっちの方が可愛いなと思うんですけどね。同じくね、そうっすね。でなんかそのいやらしさがないのよ、うん、あ、メインブラックなんやみたいな。もっと言うと僕はすごいメインブラックの高いのとかありますけど、うん、よりこっちの方が僕は好きなんです。俺も正直じゃあ冷静に考えてください。一番高いやつと、はい、これ同じ値段やったらどっち買いますって話ですよ、うん、同じ値段やったらどっち欲しくなるって話ですよ、うん、こっちかなって思う、うん、これはね本当にシュプリームで両方デザインが出た時に僕はこっちの方が高くなると思うんだよね。これはね本当にいい T シャツです。もうで、あとミディアムがめちゃ多い、はい、あ、これ L です。 L か、大きめ L です。あと色がね最近抜けてる T シャツ欲しい方が多いと思いますけど、うん、はい、僕はこのデザインに関してはね濃い方が好きで、それはやっぱこのスーツが黒なんで、黒のボディ、真っ黒のボディにこのグラフィックになるとちょっと締まるんですよね。ちょっとかっこよくなる。ドックインブラック、ドックインブラック、そう DIB そうですね、うん、本来は MIB かメインブラックですからね、はい、まあ、いい T シャツ、いい T シャツ本当に濃い気よね。いいっすよねこれ。こっからテキスト3枚いきます。テキスト、はい、はい、まあ、まずは神頼みでいきましょう。ゴッドジーザス。あー、で、あのカッコ It's hell without him カッコ閉じると、はい、和訳はちょっと入れてください。 without him か、はい、はい、まあ、あのこれも最近人気あるんでねこっち系、はい、あの正直ねテキストが何かってより、ホワイトボディにこの黒で普通にポンってテキストが入ってるっていうのがそもそもおしゃれなんでね、なんかほんまにいい感じに肩の力が抜けてて、うん、洒落てるのよ。いいと思います。はい。はい、お次、はい。クリスマスといえば何ですか？サンタ。あ、近い。トナカイ。トイ。雪。お前。スノー。世界中の国に意識があると思うんだ。あ、そうか。なんですかね。アフリカの人に謝れ。あ、タイの人にも謝れ。雪見たことないよねんから。クリスマスってイベントあるんですか？
どうなんじゃ、仏教ですからね。あ、ないって言ってた。そうっすよね。そう、あ、彼らさ、あいつやったらあかんな。彼らさ、日本来たら何見たいって言ってさ、スノー、スノーってさ、ああ車を行くくせにさ、いざ来たらさ、何見たいって言ってた。お、ピンクストア。男限定ですよ。そんなもんでございますね。ということで、はい、何すか、ぜひ。クリスマスのね、デートの時にサプライズで来ていっていただきたいですね。はあ、ゴッドギフツね。ハテナだけどな。まあそっか、うん、そうですね、ハテナ。スーパーマンみたい。スーパーマンみたいに変な意味じゃない。どういうことですか、変な意味じゃない。ちょっとそれが分かんなかった。バトルが不審やった。あ、そういうことですか。また社長下ネタにと思って。僕ちょっとそれの今想像できてなかった。うん、まあまあ、うん、普通におしゃれな。このグリーンがいいんですけど、まあまあ、はい、うん、共感いただける方はぜひともお願いします、はい。普通にいい T シャツです。お次のテキストなんですけど、はい、中高男子校育ちの僕のこのプレゼンツ、はい、お手服12選ってなるとね、男目線ばっかりと思ったわけでしょ、諸君。はい、僕はちゃんと女性目線も考えてます。なるほど。女性が男性にプレゼントして喜ばれる、うん、つまり僕が欲しい T シャツです。なるほど。誰か僕に買ってください。シングルステッチのゴッドミルクです。ああ、まあこれはいい T シャツですよ。いい T シャツですね。お値段もね、うん、そこまで張りませんから、こうまあ彼氏さんや旦那さんにね、うん、ギフティングしても全然やるしくないわけです。普通に着たい人多いんじゃないですか。うん、あのこれとかね、あとアップルのここにただ、ま、アップルのマークだけポンと入ってるやつとかね、そういうもろても困らんねん、こういうの。うん、そう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 、重すぎないし、いいですよね。なあ、いい、めっちゃいい。ニルバーナーとかもろてもな。まあ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 、そうっすね。メタリカーとかもろてもな。このくらいがちょうどいいっすよ。うん、うん、ほんまにほんまに、ぜひ。なんかちょうど本当にギフトにプライス、うん、ちょうどいいっすね。ちょっと考えてでしょ、もうちゃんと。そうっすね、はい、うん、まあお願いします、はい、次です。まあ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 、あ、まあこれは本当でも男女問わず本当デザインいいって方が多いですね。はい、うん、本当にあのカエルのことが苦手な響きの奥さん以外は受ける。うん、あ、着てるやん。僕ですか、うん、僕は着てますよこれ。奥さん大丈夫な、まあ何も思ってないんじゃないですか。カエルダメなんでしょ。3D のカエルはダメですけど、その 3D っていうかあの現実的なやつ、これだったら全然、はい、可愛いと思いますよ。これは本当いいよね、はい、いい色抜け具合でタグ残っております、うん、L です。はい、ラージです、はい、お願いします、はい、お次、はい、やっぱり Life is short, make fun with と。何を言うてんねんって感じですよ。でしょ。でもやっぱりね、はい、さっきのカエルにちなんでね、はい、こうカエル化現象って流行ったでしょ、あれね。中でやっぱり男はこうスマートにカードで貼らない、ピッとこうシュッとカード派。ピッと、えカード派ですか。そういえば、はい、あ、カード派なんですね。現金派ですか。現金現金派の方がいいですよね、実際ね。カードは使いすぎ、使いすぎちゃいますからね。ですかね。でもあのご飯に、まあ、女性とかとご飯に行った時にスマートさはねえっすよね。何も隠そうと思っても、だってお札を出してる瞬間を見られたらもう大体わかりますからね、金額。あー、金額ってやっぱりあれ見えるとダメなの。いや、ダメ、多分気まずいと思う。そのめっちゃ高い店とかにさ、はい、女子行った時とかにさ、はい、こうに、いい店だからさ、よりスマートにさ、はい、店員さんはさ、見えへんように持ってくるやん、はい、ちょっとおばちゃん斜め向けてちょっと見えるんですよ逆にあー、こんな金額すっとさちょっとこうなんか、ね、でも読み上げろだ。カードやったらでしょ。それは現金でもし払うってなったらいくら伏せてても、うん、もう見えちゃうすからね。だってね、あ、現金で払おう。いやいやいや、ホマカードの方がそれはかっこいいと思いますよ、うんね、はい、次です。これも僕はね、男女ともにすごく受けると思いますし、 XL でいいボディです。ジーザスペプシ。あ、これね、うん、これはね、まあ、実際ちょっと相場と乖離してましたけど、僕は買い付けに行った時値段見てびっくりした。でもこれはめちゃくちゃいいですよ。これもやっぱりギフティングにもいいし、うん、いいこれは、うん、これすごいいい。これ嫌いな人、熱心な、でもあのあんまり宗教問題とかは言わない方がいいと思うか、言わない。まあそうですね、うん、宗教の話と阪神巨人と矢沢長渕については語りません。ああ、まあその方がいいと思います。まあ、はい、いい T シャツです。いい T シャツですよ。お次、ひーちゃん、ちょっと熱くなってあげて。これこれね、ドスペですね。これはね、すみません、ちょっとね、値段をつけようと思ってますっていうのも、一つ目、このお座り赤パンミッキーで、このサイズはまずない、うん、ない。こんないいサイズはない、タンタケボックス。そして二つ目、赤パンミッキーは基本的にバックプリがなしは入ってても肩のところにちょんと入ってるだけなんですけど、こちらはね、後ろにこいつが入ってるわけですね、うん、もうこれはね、スペシャルと言っても過言ではないんじゃないかと
いう風な認識でちょっとお値段つけます。肩幅めっちゃあるもんね。もう素晴らしいですね、うん、こんなもんね僕ねどっかでねタイとかで見つけたら絶対ね握りしめて離さないですもんあ、止まったヒリギがこちらのミッキーのね、はい、まあ、おそらくブートなんですけど、まあ、どうなのコピーライトはね一応ディズニーって入ってるんですけどね、ちょっと分かんない、掴んで離さないとかっていうなんかかっこいいこと言っちゃったんだよねあのカメラが熱暴走しまして久しぶりの落ちましたどまあでも僕がこの先あと2枚で3枚で言おうと思ってたこう愛を育む12着の最後ラストスパートの勢いが止まりましたなのでもう投げやりでいこうと思いますまあ、はい、あのめっちゃいい T シャツです、はいはい、お次やっぱりその何ですか男女のあれというとファイナルは何ですか。ファイナルエンディングトゥルーエンド結婚、いやそう、長期的な話じゃない短期的な話セックスえあれ攻めるねえちゃう君も言うようになったねあれ違うんですか。まあいいじゃん別に。えそうじゃだと思いませんでした。はい、やっぱり僕は結構こういうポーズ好きなんでね。いやこっちの方が良くないなんかもう男の子のね、はい、方がね。ええ、じゃあよくわかんない、どういうこと。男の子の方がはん、してもらうよりしたいマジでみたいな、愛されるより愛したいマジでみたいな全然わかんないですどういうなんか伝わってんのかな、言いたいことは。まあそんな感じ、まあこれタニタケボックスですんげえ着丈短いのが多い中めっちゃいいサイズなんで着丈長いのが多い中ね、いい、ああ着丈長いのが多い中いいやれ具合です。はい、まあもうそうそう、あの、はい、そんなんで書き消されましたけどサイズ感が本当にいいんで、マジでいいですね、はい、うん、でちょっとまだ話が戻りまして、はい、恋愛についてね。恋愛、はい、はい、一番大切なものって何と思いますか。思いやりじゃないですか。長期的な話じゃない。ちょっと分かんない。もう正解が分かんない。短期的な話で。恋、ね、前からもう言ったらね、吊り橋効果ってやつですよ。はい、ああ、はい。いやもう吊り橋ですらないんやけどな。うん。これはいい T シャツですよ。まあまあまあいい T シャツはいい T シャツ、うん。シンプソンズのジョーズパロディはね、他にもパターンがあるんですけど、うん、うん、まあまあ人気ありますよね。ジョーズって意外と皆さん見たことない方多いみたいですね。スティーブン・スピルバーグ。ジョーズって何個か出てるし多分。まあ、ジョーズは昔僕も見たことがあって、ユニバのアトラクションにウキウキで行って、うん、まあ、ちっちゃかったんですごく楽しめましたね。あのゴトってなったりとか。僕この前乗りましたよジョーズ。あれ変わらずですか、ずっとあのままですか。なんか一回だけあれやってみたいなと思いました、ね、仙道さんみたいな喋るやつやってみたいなと思ってやったわけではないんですよね。それ迷惑やからやりたいな。なんかあれ結構その仙道さんの喋りのクオリティによってあれだけど、すっごいノリノリの仙道さんみたいなとさ、はいはい、ちょっとなんかこう恥ずかしくないなこっちもね。いやそこで、いやでもそこでこうなんかそれ楽しめないとダメですよ。ああそう、はい、あれ結構ね食い気味に来られると、はい、うって恥ずかしくなっちゃう。あ、うん、まあまあでも確かにジョーズはそうですね、あの人によって変わりますね、はい、ラストです、はい、女性諸君、はい、数少ないファイナルはどこですかと。それはもうスティッキーフィンガーズですよ、うん、クリスマスカラー。私まあ確かにねこの T シャツ僕はめっちゃ好きなんですけど、まあ、どうですかこれね。ブロッカムなんですけど、うん、普通に 80s のボディとかあるんですよ。そう、あるある。だからこれは当たり個体です。そうですね、うん、コピーライトが89年、なので、うん、多分ね、はい、最初期ではないんですよこれ。数年後とかするね。92、93ぐらいにおそらく作られてる T シャツだと思います。裾が一応ダブルになってるんで、うん、ないしまあ91とか89年ではないはず。でもどうなん、ブロッカムまあありえるっちゃありえるんですよね、まああの 1,2 年はもしかしたら、うん、その同時期にするつもりだったとしても、うん、出す地域とかの差によって変わる可能性はあるんですけど、うん、すごいふざけた流れから専門的な話になってきましたねたまにはそのたまにはとかやらないとだって、うんね、本当にいい T シャツだと思います、はい、でいいす、ね、意外と球数少ないです。このアートワーク自体はすごい有名ですけど、うん、なかなか T シャツでかつブロッカムボディで L? L ですね、はい、このサイズがね、はい、探すのはとても難しいと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで、いかがでございましたでしょうか。クリスマス大作戦12着でございます。なんかプロポーズ大作戦みたいな、まあ、クリスマスどこ行かれるんですか。いやどこも行かないですね多分僕は。前後も結構ずらすと思いますね。1週間以上、うん、後ろにずらしたらもう正月やんか。
ああだから前にやらなかったらもうないかもわかんないですね。で年始とかに奥様でもそういうの結構こだわられる方なんじゃない。もともとは言ってましたけど、うん、やっぱその僕がすごい人混みが本当にダメで、まあねまあねまあね、その一緒にいるとテンション下がるからもういいって言われましたね、うん、僕は頑張ってたんですけど愛の形はそれぞれでございますけども、はい、皆様良いクリスマスをってことで、おそらくこの動画公開の1ヶ月後ぐらいですか。1ヶ月後ぐらいになると思います、ね、はい。じゃあかっこいい T シャツで素晴らしいクールなデートをしてください、はい、最後までご視聴ありがとうございました。あ6時から店頭でご試着およびご購入が可能、夜9時から下記概要欄オンラインストアにてお買い求めいただけます。最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤー社長とブレタランド響きでした。バイバイ。